もうすぐビュイット大橋か。その先はロザリス城だが、立ち入ることはできまい。いつで？この前大きな音がしたんだもん。きっと何かあったんだよ。静かになさい。橋はすぐそこだってのに、ロザリスに入れないだと。これじゃ生きていけやしないよ。こんなとこ、難民か。こんなところに。せっかく黒の一帯から逃げてきたのに。あのお屋敷のあたり、確かラザロ街だったかしら。ああ、あそこはロザリス貴族の保養地だったところだ。華やかな街だったが、
門は閉じてるか。今は先を急ごう。見えてきたぞ。あの城門の先がポートイゾルテだ。入るのはやめた方がいいな。他の手を探してみよう。あの難民たち、ポートイゾルデは完全に門を閉ざしているか。あれじゃ簡単に入れそうにないわね。クライブ、何か当てはある？そういえば昔バイロンおじさんが言ってた。あの町には戦時の脱出路として使う地下通路が用意されていると。確か さっき前を通ったラザロ街につながっているはずだ。もうさびれてしまって人が住んでいる感じがしなかったわ。今ならその通路を探せるかもしれない。よし、行ってみよう。ポートイゾルデは黒騎士に襲われていないようね。ああ、ひとまずは安心だ。随分様変わりしたな。昔は花が咲いて綺麗だったのに。
誰かいる。おい、侵入者だ。野党か、面倒だ。貴様、その剣技は一体どこで習った？お前たちが知る必要はない。うわ、フェニックスの炎。そんな、まさかクライブ様なのですか？クライブ様、ご無礼を。お久しぶりでございます。ウェイドにございます。ご存命であられたとは。ウェイド、よく生きて。場所を変えましょう。それではあなた方が。ええ、ロザリアを取り戻すため集結した広告騎士の生き残り。それが我々種火の守り手を名乗る者たち。とはいえ、俗領総督府に真っ向勝負できるほど我々の戦力は大きくありません。ですから、これまでは秘密裏に抵抗を繰り返してきました。それに加え、保護したベアラーたちを粛清から守るためうまくかくまっていたつもりだったのですが、奴らに知られ、オールドヒル造船所へやられた。黒騎士め、見せしめのような手段に出るとは。なぜ母上はベアラー粛清を黒騎士なんて作ってまで。ベアラーを疎んでいたのは知ってるが、それにしたって度が過ぎている。タガが外れたとしか。イーストプールの一件で目障りならば消せばいいと気づいたのでしょう。ここの駐屯兵が過激になったのも俗領総督アナベラの命によるものです。信仰シルベストルとの間に子を設けてからというもの、ベアラーへの固執が強くなったように思えます。あの女アナベラは自分の子が滑る国家から不要なものを取り除きたいのかもしれません。そんなことで。ウェイド卿、黒騎士に動きあり。大橋付近に本衛隊です。よし、支度だ。急がせろ。黒騎士の主力である本衛隊に打って出ます。このままではさらなるベアラーの血が流れかねない。彼らのために我々が表に立たなければ。俺たちも戦おう。ここまで旅をする中で黒騎士の非道なやり方を目の当たりにしてきた。母上の命によるものなら
それは俺の戦いでもある。私も民を恐怖で縛る総督府を見過ごせないから。クライブ様、ジル様、御意に。お二人と戦えることをこのウェイドは誇りに思います。必ず勝ちましょう。ウェイド卿、どうかよろしく頼む。ええ、任せてください。支度を終えたらウェイド卿に作戦を聞こう。ええ、分かったわ。そうしましょう。一捨て。さっきは手も足も出なかったな。あれが話に聞いていたクライブ様か。どうぞご覧ください。こちらをどうぞ。譲り感謝いたします。他にもございますか？確かに引き取りました。他にもございますか？こちらをどうぞ。こちらですね。こちらをどうぞ。こちらですね。ご分を。ウェイド卿、こちらの支度ができた。作戦を聞かせてくれ。我々はこのままビュイット大橋へ移動、広場に駐留している本衛隊を襲撃します。先ほど仲間の何人かを周辺に展開する黒騎士の陽動に向かわせました。これで奴らとの戦いが始まっても援軍の到着は遅れるでしょう。本衛隊は精鋭揃いですが、部隊は小規模。お二人がいれば我々だけで打ち破れるはずです。随分な頼られようだ。正直に言うと、クライブ様とジル様のお力添えがなければ種火の守り手総出で玉砕覚悟でしたよ。そういう無鉄砲なところは昔のままだな。ウェイド卿、ベアラーの埋葬のためオールドヒル造船所へ出立します。ご苦労、丁重に頼むぞ。はは。ありがとう、ウェイド卿。彼らをあのままにしておくのは忍びなかった。では我々も行きましょう。狙うは黒騎士の主力本衛隊。ああ、奴らを倒す。プライム様、ご分を。これまでも黒騎士の見張りを。ええ、できる限りは。ですが、我々の存在が知られてからは奴らに追われる身に。今回の作戦はそれを逆手にとって自分たちを餌に本衛隊をおびき出したというわけです。妙なことに巻き込まれないうちにさっさとここを離れよう。まもなくビュイット大橋に。お二人ともお気をつけください。
なんだお前は。黒騎士の本営隊だな。ここで消えてもらうぞ。我らに盾つくとは愚かな。そうか、お前たちが種火の守り手か。自ら出てくるとは、探す手間が省けたわ。ここで粛清してやる。クライブ様、ウェイド、ジル、行くぞ。総員、種火の守り手を粛清せよ。約束どもを生かして返すな。敵増援。くそ、大橋からは想定外だ。慌てるな、確保撃破するぞ。リヴァイアさん、バラケよ。軍用ウィルム、こいつらで足止めする気か。お二人とも警戒を。残夜を担う者、国へに近い来たる千年王国の憂いを断つ。逆賊め、我が英邦に散れ。
ああ、なんとかなったな。クライブ様、ジル様、お二人のおかげで本衛隊を撃つことができました。心から感謝いたします。これでしばらくは黒騎士もおとなしくするでしょう。俗領総督府の動きも鈍くなるはずです。だがこれで終わったわけじゃない。奴らを撃ったところで所詮は軍の一部隊だ。いずれまた再編されるだろう。ええ、そうですね。ロザリアは今闇の中にあります。恐怖と苦しみが多くの民を苛んでいる。敵は強大で、我々の小さな力だけではその闇を払いきれないかもしれません。だからこそこれからも戦い続けます。今度は種火の守り手の名を掲げて、まだ不死鳥の火が残っているとロザリアの民に希望を持ってもらえるように、そしていつの日か闇を消し去る大きな炎になることを信じて。ウェイド教、さて、派手に立ち回りましたからね。ここも直に衛兵が駆けつけます。ひとまずラザロ街へ戻りましょう。しかし、種火の守り手がおじさんとつながっていたとは驚いたよ。ええ、バイロン様には以前から支援をいただいています。こちらこそ、ラザロ街にいらっしゃった目的が地下通路をお探しになっていたとは思いませんでした。その地下通路を行き来してポートイゾルデとやり取りをしているだなんて。難しい立場のお人ですから。それでも俗領総督府の監視の目を盗んでは奴らと戦うために尽力されている。ですがクライブ様、バイロン様をお尋ねになるようでしたらご注意なさいませ。あのお方はあなたが亡くなったものと思っておられる。そのためお心を閉ざされてしまった。私が仲介したところで信じていただけるかどうか。俺が力を借りられるのはあの人ぐらいだ。何とかしてみせるさ。クライブ様、これを。我ら種火の守り手が常にあなたと共にあるという証です。心強い、感謝する。お二人とも本当に立派にご成長なされた。タイラーにも見せてやりたかったですよ。さあ、地下通路はこの先です。こちらからどうぞ。ありがとう、ウェイド教。何かあればいつでも協力する。伝達手段は追って知らせよう。はい、お待ちしております。のおかげ？なんだかやけにすんなり通されたけど。今にわかるさ。賊を懐に招き入れて自ら仕留める、おじはそういう人だ。
貴様か、ホイの名を語る不届き者は。残念だったな、クライブはとうに死んだ。愚かな賊めが、今すぐその首かっ切ってやる。貴様、何の真似だ。この我こそは聖騎士クランダル・キャメロット。聖女シビルが使徒、遠からん者は音に聞け、近くは寄って目にも見よ。マドゥ、邪悪なる呪術師よ、神聖なる誓いのもとに貴様の首をもらい受ける。今しき聖女シビル、死してなお我に盾つくというのか。よかろう、我が呪術の力をもって天井より奈落の底へと引きずり下ろしてくれる。さすがおじさん、魔導役はあなたが一番だ。ハハハハ、クライブ、わしの甥っ子が生きておったぞ。聖女と使徒、お前はいつもあの場面ばかりやって、そのせいでわしはいつも悪役よ。お願いがあって参りました。ラザフォード、食事の支度だ。急いでな、最大級のもてなしを。おじさん。クライブ、お前とは積もる話もあるんだ。飯と酒がなくては始まらんだろうが。ほれ、座れ。ラザフォード、急ぐんだぞ。お前たちも粛清の跡を目にしたのか。彼女のアナベラの強行は今に始まったことではない。ここ最近はひどくなる一方だ。あれの振る舞いは常軌を逸している。もう人ではない、まるで獣だよ。獣。わしも一応はこのポートイゾルデを治める身だ。表だって立てつくことはできなかった。裏でウェイドたちを支援するのが精一杯でな。ウェイド卿からおじさんのことを伺いました。危ない橋を渡って来られたと。あれから20年余り、兄上の志したロザリア公国はもう存在しない。そのことが残念でならないよ、クライブ。さてさて、ドレイクブレスへ向かう船が必要なんだったな。ハラウィを越えるために支度をせねばならん。大急ぎで用意させるとしよう。信じてくださるんですか、これまでの話を。マザークリスタルか。はあ、突拍子もなくて信じる方がどうかしとる。だがクライブが話したことは真実だ。それは間違いない。ならば叔父として可愛い老いに力を貸すさ。なぜ真実と。お前には嘘をつく時の癖があるからな。そうかい。
そうかもね。老いの名誉のためだ。どうかこれからも気づかんふりをしてやってくれ。それでもまだ信じられん。お前があの滞在人シドだったとは。アリシヒの好青年も今ではすっかり悪党か。ならわしも今日から悪党の一員ということだ。さてドイツをぶん殴ってやろうか。ラザフォード、武器の用意も急げよ。血がたぎるわい。頼むぞ。こんなところにいたのか。いい船だ。これならおそらく3日もあればドレイクブレスにたどり着ける。どうかしたのか。獣。鉄王国に囚われていた時、奴らの言われるがままに戦った。従うしかなかったわ。命令に逆らえば必ず誰かが殺されたから。だから私は人形になった。命の重みなんて知らない。ただの人形なんだって自分に言い聞かせた。何度も何も考えなくて済むように、何も感じなくて済むように。そしたらいつの間にか当たり前のように人を殺していたわ。私こそただの獣だったのよ。ジル、私は人でありたいの。クライブ、あなたといたいから。自分の意志で歩む道を選んでいきたい。そのために私はやり残したこと、自分の過去に決着をつけなきゃならない。俺が支える。俺が辛い時君がそうしてくれたように。ありがとうクライブ。その時にはきっと、今度こそ人として生きていけると思う。だが決して無茶はしないでほしい。一度戻るとしよう。船が用意できるまでまだしばらく時間がある。ドレイクブレス、鉄王国か。一度ビビアンから話を聞いておこう。
ポートイゾルデにはロザリア貴族が…ロザリアには種火の討伐の手が足りない。クライブ、ちょうどよかった。どうした、オーガスト。アラクソンのことで気になることがあってな。このところどうもあいつの様子がおかしい。一緒に酒を飲んでいてもどこか上の空さ。何かあったのは間違いないんだが、俺には言ってくれなくてよ。ブラックソーンが困っているなら何とか解決してやりたいんだ。頼む、クライブ、手を貸してくれないか。わかった、力になろう。助かるぜ、クライブ。ひとまずブラックソーンと話してみるか。ああ、頼む。あんたと一緒ならブラックソーンも口を開いてくれるかもしれない。俺は先にあいつのところへ行ってるぜ。お帰りなさい。支援品の確認ですね。今お渡ししますね。いや、最近よく顔を出すじゃないか。君のために何か面白い話を仕入れておくべきだったな。結構だ。お前の小話を聞くとろくなことがない。君がシャレを下さんだけだろう。さて、今日は何だね。鉄王国について教えてくれないか。あの国のことを詳しく知りたい。ドレイクブレスが次の標的ということか。あれが位置するのは荒波に浮かぶ絶海の孤島。かつてロザリアでドルスタヌスと呼ばれていた聖地だったが、長らく鉄王国に占領されている。鉄王国、それはバリスゼアの西部島嶼を領土としている宗教国家だ。だが同じ宗教国家でもザンブレクが宗教を祭りごとに利用するのとは異なる。鉄王国はそれ自体が国家の基盤となっているのだからな。クリスタル聖教、それがかの国の根幹。クリスタル聖教はマザークリスタルを聖なるものと崇めている。故にその一部をクリスタルとして切り出すばかりか、ただの道具に貶めるような魔法の使用を禁忌とした。信徒どもに言わせればエーテルは汚れであり毒というわけさ。その毒を喰らい魔法を行使するドミナントを兵器として扱っているのも特徴の一つだろう。今から約80年前のこと、風の大陸北方のマザークリスタルドレイクアイの消滅を機に、北部諸国とロザリア公国が衝突した。この大規模な戦の陰で鉄王国は公国領を侵犯するに至る。ドレイクブレスを抱くドルスタヌス島、ロザリア最大の聖地を実効支配する形でね。公国側の抵抗も虚しく、クライブ、君が物心つく頃にはもはや遠征以外で立ち入れぬ地になっていたはずだ。そしてロザリアが滅んでからはドレイクブレスは完全に鉄王国のものとなった。時を経てついに奴らは大陸進出の足がかりとなる要所を手に入れたというわけだ。信仰の対象たるマザークリスタルを持ち、大陸への玄関口ともなるドルスタヌス、彼の地はまさに奴らにとっても聖地となった。今この時もクリスタル聖教の教えのままに他のマザークリスタルを狙っているのだろう。俺が子供の頃もロザリアと鉄王国はドレイクブレスをめぐって戦をしていた。フェニックスゲートで事件が起こったのも奪還のために本格的な戦端を開く前夜だった。
その後、統制を失ったロザリア軍は鉄王国の侵略を許し、ジルを含む女子供がさらわれたというわけか。どうだね、クライブ。ついでに祖国の復讐も果たしてみては。俺はドレイクブレスを破壊しに行くだけだ。参考になったよ。ありがとう。よし、ジルと話をしたら出発しよう。こんなもんかな。イヴァン、何を読んでるんだ。バリスゼア食機構です。語り部からお借りした本なんですが、これには魔物の調理法が書かれているんですよ。魔物の調理。ええ、この本にかかれば全ての魔物がご馳走に思えてきます。姿焼きから甘味まで、いろんな魔物料理が。ああ、一度でいいから食べてみたい。挑戦してみる分には止めないさ。でも魔物を捕まえるとなると、ひ弱な僕にはとてもとても。だからシド、お願いします。食材の調達に力を貸してくださいませんか。やれやれ、そこまで熱心に言われたら仕方ない。さすがシド、ありがとうございます。それでどんな料理を作るつもりなんだ。はい、この本の中でも特に目を引かれた魔物の煮込みシチューにしてみようかと。ですが問題があって、何の魔物を使うのか肝心なことが書かれていないのです。食材のところには魔物の肉、至魂の重宝と記されているだけで。他に手がかりは。そうですね、ロザリアさんが特に濃厚とあります。ロザリアに住む魔物の肉ということか。マーサの宿にいる商人なら何か知っているかもしれない。早速行ってこよう。いるころはやけにカロンに懐いてるな。なんだクライブ、オーガストと一緒とは珍しいじゃないか。二人して何の用だ。あんたの様子が気になってな。俺でよければ話を聞こう。なんだと。オーガスト、てめえ余計なことを吹き込みやがって。なあブラックソン、悩みがあるなら言ってくれよ。俺には無理でもクライブならきっと何とかしてくれる。俺はお前が心配で。すまなかった、別に悩んでたわけじゃない。ただどうにも調子が乗らねえだけさ。何かあったのか。先日カローンがある革鎧を仕入れてな。そいつは今まで見たこともない革でできてやがった。どうやってなめしたのか見当すらつかない。まさに一級品の革だ。俺も腕には自信があったが、世の中に自分よりはるかに腕の立つ職人がいると思うと少し悔しかっただけだ。もういいか、仕事の邪魔になる、よそへ行ってくれ。ブラックソン、ブラックソンのやつ、あんなことを気にしてたんだな。ああ、もう自信をなくしちまってるとは。一級品の革というのがそれほどの出来だったんだろう。その革を調べてみるか。もしかしたらブラックソーンが自信を取り戻すための手がかりがあるかもしれないからな。付き合ってくれるのか。隠れ家の鍛冶師があの様子じゃみんなも困るだろう。それに
奴に威勢がないのは俺も寂しい。ありがとう、クライブ。カローンが仕入れてた革鎧と言っていたな。彼女に話を聞いてみよう。念入りに念入りに。カローン、今いいか。先日仕入れたという革鎧について教えてほしい。ブラックソーンが気にしてた鎧だ。覚えてるか？ああ、あれのことかい。偶然出会った革職人から直接仕入れたものでね。自分で素材を集めては一点物を作って生計を立ててるっていう変わり者さ。でもうちの店では保全しきれないし、高く買うって小塚がいたからもう売っちまったよ。その職人とはどこで？私が会ったのはダルメキ山で仕入れに行った時だ。自分で狩りをするような懈怠な職人だったからね。今どこにいることやら。そうか。あ、お待ち。そういや、次にドズメアの川を狙うとか言ってたね。ドズメアってのはかなり珍しい魔獣なんだが、石の剣の連中が最近ザンブレク領で見たって聞いたぞ。サロンのリスキーモブ掲示板に何か書かれてるかもしれない。ありがとうカロン、参考になった。いいってことさ。オーガスト、俺はこのままザンブレク領へ向かい、ドズメアの出たあたりで革職人を探してみる。それじゃ俺は引き続き革鎧の方を調べよう。一点物で生計を立てているとなれば名の売れた職人かもしれない。なるほど、そっちは頼んだぞ。ゴルデにはロザリア。あんたたちが残ってくれて助かるよ。残ったみんなで。まあ、旦那、何かご入り用で。至根の重宝と呼ばれる食材を探しているんだが、何か知らないか？おや、ずいぶん古い言い回しだ。至根の重宝はローランドスコーピオンの尻尾ですよ。殻をつけたまま煮込むことで肉が紫色に染まるんだとか。昔は戦の時など食料不足の折に食されていたようですが、今となっては珍味の類で、この辺りの商店ではどこも取り扱っていませんね。そうだったのか。その魔物はどこに生息しているんだ？確かここから少し離れたスリーリーズ湿地だったかと。ありがとう、探してみよう。
これで片付いたか。わしはここを出ていく。残ったベアラーまで殺されちゃたまらんか。異常はないようだな。
重砲が取れるのか。これが至魂の重宝、新鮮なうちにイヴァンに届けよう。シド、至魂の重宝は手に入りましたか？ああ、これだ。ありがとうございます。って、まさかこの毒々しい殻付きの肉が？至魂の重宝の正体は湿地に出るスコーピオンの尻尾だったよ。なるほど。よし、とにかく作ってみよう。少し待っててくださいね。できましたよ、シド。魔物の煮込みシチューの完成です。早速いただきましょう。さあ、シドからどうぞ。あいにく今は腹が減ってないんだ。後で食べたいって言っても遅いですからね。それじゃあ、いただきます。モルボルの臭い息に勝るとも劣らない鮮烈な臭みが口の中に。でもそれを超えた先にとろけるような肉の食感と芳醇な旨味が広がっていく。鼻がもげそうですけど、こんなに美味しい料理は初めてです。なんて幸せなんだ。ありがとうございます、シド。そうか、よかったな。これは僕だけが食べるのはもったいない。みんなにも食べさせてあげないと。後で料理長のモリーさんに交渉して献立に加えてもらわなきゃ。なあ、頑張れよ。いらっしゃい。どうもね。魔法でしっかり冷やすんだ。何よ、大したもの。Thank you.
よし、なんとか倒したか。ここまでにしておくか。
黒騎士のやつら。ロズメアが目撃されたのはこの辺りか。近くに革職人がいるといいが。助かったよ。
手は。どうしたトルガル。あれは人か。大丈夫か。はい、危ないところでした。ドズメアに背後から襲われ、戦う間もなく気を失っていたようです。無事で何よりだ。私は革職人のカミル。助けていただいてありがとうございました。革職人？もしや以前カローンという商人に革鎧を売ったことが。ええ、覚えていますよ。私の革鎧を高く評価して買い上げていただいた方ですから。結構値切られましたが。でもなぜあなたがそれを。その商人に話を聞いてあんたを探してたんだ。そうだったのですか。うちの鍛冶師も相当な腕だが、あんたの革鎧を前に打ちのめされてな。嬉しいです。そんなに評価していただいて。ドズメアを仕留める凄腕の傭兵さんが認めるほどの方。同じ職人としてなんとか力になってあげたいですが。そうだ、この品を差し上げましょう。これはその革鎧に使っていた花崗革です。手元にある分だけですが、ぜひ鍛冶師の方にお渡しください。いいのか。ええ、助けていただいたお礼です。製法まではお伝えできませんが、その革が何かのきっかけになれば。それにあなたがドズメアを倒してくれたおかげで目当ての革を手に入れられましたから。なら遠慮なくいただこう。そうしていただけると。ではそろそろ次の狩り場へ向かわなければ。鍛冶師の方にもよろしくお伝えください。ああ、世話になった。早速ブラックソーンに渡してやろう。それで今クライブが職人。おお、戻ったかクライブ。それで例の革職人には会えたのか。ああ、なんとかな。ブラックソーン、彼からあんたに贈り物だ。こいつは。例の革鎧に使われていた花崗革らしい。何かのきっかけになればと言っていたよ。なるほど、違う種類の革を組み合わせてあるのか。それを何層にも重ねて補強してある。そうか、革鎧に仕上げた時にこの上からさらに油で染めてたんだな。それにしてもよくできてやがる。俺にはただの革にしか見えねえが、さすが職人だ。凄さがわかるもんなんだな。そうだクライブ、その職人なんだがカミルって名前じゃなかったか。確かそうだ。やっぱりな。一点物を作って生計を立てている革職人を探ってみたら、そいつの名前が上がってきた。
そいつの故郷のタボールって村は革細工が盛んだそうだ。中でもカミルの家系は一子相伝の技術でこの革を作っているらしいぜ。そうだったのか。俺のために面倒かけたな、二人とも。この川を見てるとなんだかやる気が出てきたよ。ブラックソン、そいつは良かった。やっぱりあんたは根っからの職人なんだな。ああ、本当に。こいつはとても真似できるもんじゃねえ。悔しいがな。だがこのやり方を応用できればお前たちに質のいい装具を用意できるだろう。例の一点物ほどきめ細かくは作れない。それでも戦漬けのお前たちがずっと使い続けられる形にしてやれるはずだ。よし、こうしちゃいられねえ。早速仕事に戻るぞ。ブラックソーンのやつ、いつもの調子に戻ったみたいだな。ああ、これで一安心だ。ようやくまた気楽に二人で酒を飲めるってもんだよ。さてと、俺もこうしちゃいられねえ。一仕事してくるわ。ありがとうよ、クライバー。本当に助かったぜ。何の用だ？何を作る？大事に使えよ。敵とも戦えるぜ。よし、いい出来だ。どんな敵とも戦えるぜ。よし、いい出来だ。また来いよ。ロザリアには種火の守り手という一派がいるようだな。来てくれたんですね。支援品の確認ですね。はい、どうぞ。また来てくださいね。王国に。ジル、支度は？あらかた済ませたところ。君は言っていたな、やり残したことがあると。ドレイクブレスに行く前に聞かせてもらえないか。それが一体何なのかを。クリスタル聖教の最高指導者、大司祭イムランの息の根をこの手で止めることよ。それが自分の過去と向き合い決着をつけるただ一つの方法だから。大丈夫、無茶はしないわ。
クライブが支えてくれるって言ったもの。知る。マザークリスタルの破壊も私の目的もどちらもやり遂げてみせる。行きましょう、ドレイク・ブレス。ああ、そうしよう。海の氷結、それを繰り返して霧を作る。こんな風に力を使うとは。鉄王国にいた頃、諸国の警戒を逃れるためにいつもやらされていたことだから平気。そうは見えない。あの地に潜り込める機会なんてもう二度と来ないかもしれない。だから打てる手は全て打たないと。分かった。見えたわ、鉄王国のマザークリスタル。ドレイク・ブレス。激しい海流に岩礁、それに加えてエーテル溜まり、さながら天然の砦だな。でもここは島の裏側、この小舟一艘ならまず気づかれないと思うわ。クリスタル神殿は山の中よ。このまま山道を登っていけば裏門から中に入れるはず。よし、行こう。それにしてもこの島を歩く日が来るとは。昔はロザリアの聖地だった。ずいぶん前に鉄王国に支配されたがな。あなたに会うまで私はずっとここにいたの。だから少しは案内できると思う。この道はエーテル溜まりができてから警備もいないわ。潜入にはもってこいか。